にちは、トマトのトレーナー、トミです。今日は戦い方の説明をしていきます。で、早速なんですけれども、皆さん、戦い方をね、教えてもらっていると。スパーリングを、初めてスパーリングする前に、戦い方の指導を受けた上で、挑戦したよと、スパーリングしたよっていう方って、どれぐらいいますかね。で、僕ね、結構少ないと思うんですね。立ち回りですよね。戦い方の立ち回り。どんな感じで動く、どんな距離、どんな動き方、どんなディフェンスの仕方、どんな感じでパンチを出すのか、すべてきっちり教わって、そしてその実践に向けた練習をして、ある程度実践に向けた練習ができるようになった上で、そのイメージ通り、実践で試していくっていうような手順を踏んで、スパーリングに臨まれた方って、僕は少ないと思うんですね。で、逆に、何ですか、全然もう普通にもうパンチの打ち方、パンチの打ち方だけを教えてもらって、スパーリングに臨んだよと。そういう方ってどれぐらいいますかね。もうパンチの打ち方だけ教えてもらって、いきなりスパーリングしたっていう方ですね。で、多分こちらの方が圧倒的に多いと思います。で、これね、いわゆるそれをするとね、何が問題かというと、わけがわからないままやるんですよね。で、自分が何をやったらいいのかもわからない。とりあえず手を出す。そう、意味がわからない。とりあえず手を出すということしかやらない。だから、例えば、当然スパーリングなんで、どっちが優勢っていうのは絶対出てくるんですね、勝負事なんで。なので、ただ、自分がなぜ優勢だったのか、もしくは逆に自分がなぜダメだったのか、劣勢だったのか、なぜ勝てたのか、負けたのか、これもわけがわからない。なぜパンチが当たったのか、なぜ打たれたのか、これも何もわけがわからないまま終わる。で、これをしてしまうと、どうなるか。次のスパーリングに向けて何をやったらいいか分からなくなるんです。何の練習をすればいいのか分からない。なぜなら、なぜ良かったのか悪かったのか何も分からない。なぜ何も分からないんですよね。で、それは非常に問題。なので、ここではね、しっかりね、戦い方を覚えてもらう必要があります。で、このままわけが分からないままみんな続けていくんですね。実践練習を。で、打たれながら、どんどん打たれてわけが分からないまま何回も何ヶ月、で、まあ、1年とか何回も続けて、やっとここで、あ、自分はなぜうまいこと言ったのか、なぜダメだったのかっていうことがやっと分かり出すんです。で、ここがある意味スタートラインになってしまうんですね。で、ここからじゃあ何のための練習をすればいいのかっていうのを、例えば1年だと1年かけてやっと自分の練習方針っていうのが見えてくるので、ここから練習することになるんです。すると1年間ってすごく時間かかってるんですよ。で、当然実践のことなんで、その実践は実践をしながらないと身につかないだろうっていう考え方、わかるんです。確かにそれはその通りなんですけれども、あくまでもそれはスタートラインからの問題で、スタートラインまでのところを、それをしてしまうと、いわゆる無駄な時間がかかりすぎている。そして、いらないダメージを受けることになる。それはやっぱりあまり良くない。これは最初からここに関しては、説明をして理解した上で、実践スパーリングに臨むのと、わけのわからないまま臨むのとでは全然成長の比率が違います。今言ったみたいに、次じゃあ何をすればいいのか、なぜダメだったのかっていうことが明確にわかるので、理解をした上でやると、戦い方を分かった上でやると、ここが明確になってくるんですね。これをわからないままやると、わけがわからないんです。次何をすればいいのかもわからない、なぜ当たったのかもわからない。これが分かっていると、あ、今これをやらないといけないのに、ここがうまくできなかったな、こんなパンチを出さないと、このタイミングでこの距離でこのパンチをこの角度で出さないとダメだったのに、それがなかなかうまくできなかったから、それをするためにこの練習をしていこうとかいうことがはっきり分かってくるんですけれども、これ訳が分からないままだとこの練習もできない。すると1年間とかでいうの、例えば1年間がかかったのであれば、すごく1年間の成長率っていうのが低くなる。でもね、今回の動画では、ね、そこをね、もう本来他の何ヶ月、1年ってかかることを、ここ10分、15分、まあ20分ぐらい話すかもしれないですけれども、ここで、ね、凝縮してしまう。ここでもうその10分、15分、20分の間に理解してもらう。1年を無駄にせずに、ここの10分、20分で、その1年を埋めてもらう。そのための、説明を今回していきますので、ぜひね、最後まで、お聞きいただければと思います。はい、それでは説明していきます。戦い方。で、今回この戦い方を、武田信玄の風林火山、結構ね、皆さん知ってると思います。武田信玄は風林火山っていう旗を立ててね、昔戦争戦ってたと。で、まあ
武田信玄が急死せずにもっと長く生きてたらこの時代が変わってたっていうぐらいね、歴史は変わってただろうって言われてるぐらいとても強かった武田信玄。この武田信玄の戦い方のその風林火山、早きこと風のごとく、静かなること林のごとくっていうこの、よく有名な言葉なんですけれども、この戦い方を使って戦って常に勝ち続けたっていうこの武田信玄の戦い方ですね。ただこれに関しては実は武田信玄でこの日本においては有名なんですけれども、実際にこの言葉を残したっていうこの言葉やこの戦い方を伝えたのは、孫子の兵法って結構有名だと思うんですけれども、その昔の中国のすごい古い時代の人ですね、孫子。この人がこの戦いにおける、ね、この戦略、ここに関してはもう天才的ですごく頭のいい賢い人で、この通りに戦いを勝てるっていうね、それぐらいすごい人の残した戦い方ですね。その人の残した言葉、この戦い方をすれば勝てるという、でここをね武田信玄とかが使っていたような形なんですけれども、今回これボクシングにもこれも当てはまります。なので、ね、この風林火山、こちらを使って戦い方を覚えてもらおうと思います。でこの風林火山、これねまだ2つ言葉があります。尻がたきこと影のごとく、そして雷、動くこと雷電のごとし、この2つの言葉が合わさって合計6つ、この6つの言葉になぞらえた動きですね。その動きをすることによってもう的確に適切に戦うことができて、確実に勝利をつかむことができるっていう、その、ね、動き、この言葉になぞらえた動きをこのボクシングにも当てはめて、説明していきたいと思います。で皆さん結構ね、結構勘違いされている方が多かったりとか、まあいわゆる間違い、まあいわゆる分からないんですね。結局分からないまま覚えているので、使うところが実は間違ってたりするんですね。っていうのは何かというと、ディフェンスのため、打たれないためには動かないといけない。ディフェンスのためには動く。いかにフットワークを使うか、いかにリズムを使うか。まあ元のそのすごくこう動いているイメージがボクシングにしてあるので、なのですごく常にこうやってないといけない。と思われている方も結構多い。で、これは実は間違い。で、動く必要はある。リズムを取る必要もあるんですけれども、常には取らない。で、ここは使い道っていうところ、これをする場所っていうのは適切にあります。そして、攻撃、コンビネーション。どんどんコンビネーションを打たないといけないと。コンビネーションを打たないからパンチが当たらないんだとか、思われている方も結構いらっしゃるんじゃないですかね。うん。でも、ここって実は違ってて、これも適切な使う場所があります。で、いわゆるね、戦い方、僕がずっと言ってる戦い方っていうのはここなんですよね。このどこでその動きをする必要があるのか、これを知らないままコンビネーションを打て、動け、頭を振れ、ガードを上げろ、これを使う場所を間違っていると全く意味がない。いわゆる勝てないんですよ。うまくいかない、実戦で、役立たないんですよね。ここを理解することによって全てがガツガ、まあ、バチッとはまって実践においてうまく、機能していくっていう形になるので、なのでここね、これ風林火山を知っていただくことで、あ、これここで使うんだったのか、あ、この時にこの動きをするんだったのかっていうのが明確になるので、ぜひねしっかり聞いてもらえれば。では早速ね、山から一個ずつなぞらえていきます。山、動かざること山のごとく、いわゆる構えの段階、これは構えた時に、皆さん構えた時にずっとこうやらないといけないと、やらない、ここは山のごとくしっかりどしっと構える。いわゆるなぜそうしないといけないのかというと、瞬間相手が動いた瞬間にすかさず対応しないといけないんですね。これは戦争であろうが 何であろうが、バタ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 していると、今すぐ何かをしないといけないという時に違う動きでバタバタしているとすぐさまそれをできないんですよ。ちょっと遅れるんですよね。いつでもそれをできる体勢でどしっと構えてるから、すぐに何か起きた時に対応できるのに、バタ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 違うことをしていると対応できない。なのでしっかり山のように構え、これはボクシングも山のようにどしっと構えて、相手が動いた瞬間にしっかり適切に動いていく、相手が動いた瞬間に対応していかないとダメ。その時にバタ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 していると対応が遅れる。なのでしっかりどしっと構える。でこれは対戦相手から見たときにどんな感じになるかということを今ちょっと見てもらいます。構えます、どしっと。でこう、まずね、バタバタしたバージョンいきましょうか。対戦相手だと思ってくださいね。で
結構さらに、あ、もう一個細かく言いますね。結構グローブを見る方が多いんですね。相手のグローブ、しっかり相手のパンチを見ないといけない、しっかり相手のパンチを見ろと教わっているので、相手のグローブ、手を、パンチを見てしまうんですね。これは NG。 相手のパンチを見るのではなく、相手の顔を見てください。ただ相手のグローブを見てバタバタしたバージョンを今ちょっとやってみますね。こんな感じになります。こんな感じになります。で、今回山のようにどしっと構えて、相手の顔をしっかり、相手の目を見たバージョンをやります。どうですかね。違うはずです。どちらがいいか、見ていただいたら分かるはずです。なので、しっかり山のようにどしっと構えて、相手の目をしっかり見る。そしていつでも対応できるんだぞというところをしっかり見せないといけない。これが、動かざること、山のごとく。これを一つ覚えてください。そして次は静かなること、林のごとく。これも一緒、構えた段階でかといって山のようにずしっと構えて、そのままじっとしてるわけにはいかないんで、動かないといけない。ただ動くときもここもバタバタしてはいけないし、あまりにもね、早くね、こんなことをしてもいけない。で、これはなぜかというと、今見てもらった通り、例えば横に早く動こうとして、こうやったら、この間、前進、そして後ろにも、まあ、いわゆる踏み込みやバックステップできないんですよ。完全に横に動くのみの動きなんです。で、この間何もできない。横にしか動けない。手も出せない。こんな感じすると、どうですか、これもね、見てもらったら分かるんですけど、今僕がこうやってる時って、対戦相手、怖くないです。何もしてこない。でも、林のように静かに一歩一歩動いていきます。これどうですかね。こういるのと、こういるのと、どうですか、どちらがプレッシャーかかりますか、どちらが今すぐにでも飛びかかってきそうですかね。今の林のように静かに一歩一歩動いている時のはずです。なのでこちらもバタバタせずに、早く動こうとせずに、いわゆる山のようにどしっと構えて、林のように静かに一歩一歩動いていく、いつでも飛びかかれる状態、この形が基本の構えになってきます。なので、ここを覚えてもらって、基本の構えはこういう形で相手に近づいていきます。で、次をいきます。次、尻がたきこと影のごとく。これ、ちょっとよくわからないですね。尻がたきこと影のごとく。これ、よくちょっとよくわからないと思うんですけれども、いわゆる相手に自分の企み、自分の狙いを知られてはいけないよという、隠しときなさい。陰、影にね。自分の心の中に隠しておきなさいと、相手に絶対にバレてはいけないよっていうことなんですね。で、まあセットでいきますね。で、それに加えて、動くこと、雷霆のごとくし、ここをちょっとセットでいきます。で、これ何かというと、いわゆるこうしっかり構えて、今相手に対して、例えば、まあ、カウンターを狙ってると、今ジャブを打ってきたと。で、このジャブをパーリングで叩き落として、そこに空いたところに右を打つっていう、このカウンターを狙ってたとします。で、ただね、これはね、あからさまここでね、こうやってるともうバレバレじゃないですか。もう今落としていったのかって、もう落としていっていきますよっていうのを、なんかもうあからさま狙ってるんで、するとジャブ出してこないですよね。フェイントかけられたりとか、逆にこっちが狙われたりとかするので、なのでこういうのはね、絶対知られてはいけない。もう平然と、いわゆるどっしり構えて、バレないようにして、そして相手がジャブを打ってきた瞬間、狙ってたんでね、しっかりそれを叩き落として、相手の叩き落とされたね、ここ空いてますよね、ここをもうこのチャンス一瞬逃さずに、もう雷、もう雷のように、すごく速い雷のような速さで一気に貫く、狙ってる中で、これはだからボクシング見ている方も多いと思うんですね。
あの、このこういうシーン、しっかりこう狙ってる中で、その瞬間急にバン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 って打つ、まあ、こういうこと、いわゆるバレないようにそれを狙って、そのチャンスが来たら一瞬そこをもう見逃さずに一瞬にして貫く、これが、いわゆる、尻がたきこと影のごとく、そして動くこと、雷電のごとし、これがそこに当てはまります。なので、ここもね、こういう形で、動きとして覚えとってもらえればと思います。そして次ですね、次は、速きこと風のごとく、ここ行きましょう。で、これね、いわゆる、まあ、ボクシングにおいては、例えば 今の流れで言うと、カウンターが当たったと。カウンターが当たって、相手が効いて下がったと。で、ここで、今効いて下がったのに、まだね、どっしり構えて、林のように、さーってやってたら、いやいや、いけよ。今、いけいで、チャンス、もう今、攻めたら倒せそうなのに、いや、林してる場合じゃないやろ。いや、行かないとっていう、ね、まあ、そういうシーンですね。そういう時に、ゆっくり動いてたらダメなので、風のように、そこはもうね、風のような速さで一気に攻めてしまう。風のような速さで一気に距離を詰めてしまう。風のように、風のように行ってしまう。まあ、これが、速きこと、風のごとく。いわゆる風のようなスピードで一気に行くときはもう一気に行ってしまう。まあ、そういうことですね。で、これ結構あると思うんですね。いえ、なぜ、まあ、これはね、実際に世界とかのレベルになってくると、それなりにね、いけない理由、まあ、例えばスタミナであったりとか、まあ、それまであの積み重ねられたカウンターを狙われてるっていうその心理状態とか、まあ、いろんなものが積み重なっていけなかったりするんですけれども、まあ、ね、何もそんなもないのに、さあ、林です。林のように、だから林のようにゆっくり行かないと、山のようにどしっと構えないとってしてると、チャンス逃すんで、ここはなので、行く。チャンスと見るや、風のような速さで一気に攻めていく。っていう、そういうことですね。なので、ここはね、この形で覚えておいてもらえればと思います。はい。そして最後ですね、火。侵略することを火のごとく。これは、いわゆるここですね。これはまあ、冒頭に言ったコンビネーション。いわゆる今の流れで、一気に聞いて下がった相手を一気に風のような素早さで近づいていく。そしてそこからもう行くんであれば、火のようにもう炎のように燃え上がる、その炎のように一気にコンビネーションでもう倒しにかかる。これが、火のごとく侵略することに火のごとく。ここで、ね、チンタラチンタラしてたらダメなんです。一気にコンビネーションでつなげていく。だからなのでコンビネーションを使うときっていうのはここです。一気に攻めるとき。なので、普段から常に、ね、コンビネーションでわーってやろうと思っても難しいんです。今の流れ上。あくまでも使い道って、使う場所っていうのがあるので、今みたいな条件が重なって、その状態まで作り上げた状態で、今一気に攻めれるっていう状態まで作り上げた上でコンビネーションを出していく。で、ここもね、コンビネーション一気にいかないとダメなんで、炎のようにうわーって燃えて、一気に詰め込んでいかないとダメなんで、この時にね、これもね、練習、ちゃんと意識してください。結構皆さん、どうですか？パンチ、ドン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 、同じペース。ずっと同じリズム。コンビネーションを続くのは、バン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 、同じリズム。これだと炎じゃないんですよ。一気にグワーって来ないんですよ、ね、ずっと同じペースなんです。ここをなんで強弱をつけないといけない。これもバー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 できない、うわちょっと訳分からんってなってしまうんで、なのでコンビネーションで、ね、今みたいな感じ強弱をつけていく。同じタイミングではなくて、もう速さや強さっていうのをガンガン変えていく。炎のようにうわー燃えて焼き尽くす、まあ、そういう形で同じコンビネーションを打つんで、ちょっとごめんなさい、
死ぬ。同じコンビネーション、普通練習でも炎のように、炎をイメージして一気に行ってしまう。強弱をつけて打つ。この練習をしてください。まあ、ここまでが一応ね、風林火山と陰、そして雷。この6つを合わせた動き方を説明しました。で、これを組み合わせるとどうなるかということを、もう一度ね、説明します。はい、それではまとめていきますね。で、いわゆる風林火山、陰、雷。ね、この6つ今説明してきたものを組み合わせて戦っていくんですけれども、これね、ちょっと今ね、僕軽く、まあ、シャドウのような形で説明しますけれども、実際試合見てください。あのいろんなあの試合見れるはずなんで、今いろんな環境あるんで試合見てください。で、その試合をそう意識しながら試合を見ていただくと、あ、確かにそういう動きしてるなっていうことが分かってくるので、なのでそれを見てもらって、で、まあ、今に関しては軽くちょっと説明しています。まず、構えから、山のようにずっしり構えて林のように動いていく、ここですね。そして、こういう動きをしながらしっかり距離、自分の距離を保つ。この距離に関しては踏み込んで届く距離、踏み込んだ時にパンチが届く距離、その距離を保ってください。もう手を伸ばして届く距離になると、もうお互いにパンチが当たってしまうので、それともう打ち合いの、そこはもう打ち合いの距離なので、打ち合わない、いきなり打ち合うわけではないので、あくまでも踏み込んだ時に届く距離、この距離を保つ。そこで山のようにずっしり構えて林のようにしっかり動いていく。そしてまずね、まずやらないといけない、まず覚えないといけないのは、この状況で相手が一歩でも出たらしっかり同じだけ、いわゆるいつでも反応できる状態なので、すぐにちょっとでも出た瞬間に同じだけ動く、ちょっとでも下がったら同じだけ前に出る、この動き、ここをしっかり覚えていく。ここをしっかり覚えていく。で、これができるようになれば、これをしっかりできれば、当然手を出していかないといけないので、自分からこの距離からしっかり踏み込んで打つ。しっかり踏み込んで打っていく。いわゆる雷、雷帝、イカズチのように、すかさずここぞという時には打つ。そしてしっかり打ち返してくるようだと、風のように素早く動く。ここでしっかり、フットワークを使う、リズムを使う。そしたらまた山のように林のように動いていく。そしてまた雷のようにその一瞬の隙をついてパッチを打っていく。これですね、ここが基本の動きになってきます。なので、このね、山のように林のようには動いていくんですけれども、攻撃をするときのね、この雷の動きですね、ここをしっかりいろんなパターン練習してください。ここの、レパートリーとか、ここがうまくできないと、いわゆる次のね、風のように攻める、今風のように相手のディフェンスを、相手の攻撃を外した後に動く、ここぐらいまでは皆さんできるはずなんですけれども、攻撃に関してね、風のように、一気に攻め入って、そして炎のように、相手をコンビネーションで打っていくっていうところは、あくまでもその前の雷の段階ですね。ここから雷一瞬をついていく。ここで一瞬をついていく。相手を崩すことができないと、その風のように攻めて、炎のようにコンビネーションを打つということはできないので、まずその前のところの練習をしっかりする。そして、これを実践で試していく。いろんなパターンをしっかりフェイント入れて、こういう状態でフェイント入れて、フェイントからジャンプ打っていくとか、入れて、下です。ワンツー打つのか、これをやった後、相手がバランス崩したり、まあ、当たって後ろ下がったりしたら、一気に風のように攻めていく、近づく、そして炎のように攻める、あのコンビネーションを打っていく、それが基本の戦い方になってきます。なので、あの動画を本当に、あの試合をね、見てください。あの試合を見たら おそらく大方この動きをしてます。で、当然やっぱりメインウェザーとかもやっぱそうなはずです。あの見てください。こんな風には常にこんな感じで動いてないはずなんです。基本的にはこうしっかりこうやって動いて、しっかりこうやって動いてる感じ。こっちね、山のように林のように動いて。で、ここ、そして相手が線引いた瞬間、林のようにスッと、あ、ごめんなさい、風のようにスッと動く。当然。あのチャンスが来たら雷のようにチャンスが行く、雷のように行く、雷のように
チャンスが来たら、チャンスが来たら一気に崩れるように、そして今度のように攻めたり、まあ、こういう動きをどの選手もしているはずなので、なので戦い方はね、ここをイメージして一個一個ね、今やるべきことをしっかり理解して組み合わせて戦っていく。なので、ね、分かっていないと、例えばね、打たれたと、今の見てくださいね、例えば打たれたと、パンチ打たれたと、だから打たれたからガードを上げなさいと、打たれたからじゃあディフェンスの練習をしよう、頭を振る練習をしようっていうのはね、ちょっと、ね、浅はかで、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、浅はかで、実はここの最初のところの距離が間違ってた、近づきすぎてたせいでパンチをもらったのかもしれない。しっかりガードも上がってたと。でもあまりにもちょっと不用意に相手の懐に近づきすぎたせいで連打を食らってガード間に合わずに打たれたかもしれないんですよ。だから理由はね、一つじゃないんですよね。ガードが下がってたのか、距離が間違ってたのか、はたまた自分の攻撃打ち終わりに気を抜いてしまったせいで打たれたのか、まあいろんな理由、いわゆるしっかりバックステップなりして外さないといけないのをちょっとこう変に滑りとかしたせいで追い打ちのパンチを食らって、パンチをもらったのか、理由はいくつもあるんです。ここをね、適切にね、今の戦い方の中でね、今どこがまずかったのかっていうことを理解しないと、打たれたイコール、頭が振ってないとかガードが甘かったっていうところに直結させてしまうと、いわゆる間違った対処の練習をしてしまう。距離が悪かったせいで打たれたのにガードもしっかり上がってたと、集中もしてた、でも距離が近すぎたせいで反応できずに打たれたんであれば、距離の練習をしないといけないのに、そこでガードを上げる練習とか頭を振る練習なんかしてもまた外れてるんで、次またその距離に近づいてしまうとまた打たれるんで、そしたらその距離で戦ってはいけないので、自分の距離をつかむための練習をしないといけない。ここをね、間違えるとね、いわゆる練習も無駄にな、まあ無駄にはならないですけど、その目的に合った練習にならないんで、目的の成果って出ないんですよね。まあ当然その練習は後々ね、あの役には立ちますけれども、今現在目的に合った練習ではないので、目的の成果っていうのは出ない形になってくるので、なので一個一個ね、こういうこともね、この動きの中で何がまずかったのか、この動きを一個一個していく中で何がまずかったのかということをね、しっかり理解した上で、ダメだったことに関しては、あ、ここの動きが甘かったのかなと、ここの動きが違ってたんだなということをね、理解してもらって、コンビネーションだと、あ、同じタイミングだったんだな、同じタイミングで打ってしまったから、あの捕まえきれなかったんだなと、倒しきれなかったんだなと、あの強弱、じゃあ強弱の練習をしようっていう形にしていかないと、あの改善していかないので、なのでこの辺しっかり理解してもらって、練習していってもらえればと思います。以上、風林火山 in ライになぞらえて、戦い方っていうのを、説明していきました。なので、重要なのはフットワークにしろ、コンビネーションにしろ、使う場所ですね。しっかり林のように山のように構えた状況から相手が攻撃した、これをかわすため、外すため、ディフェンスをする瞬間、その瞬間のみ風のようにしっかり、フットワークを使って、動いていく、その瞬間瞬間に使う、常にやるのではなく、その目的のその瞬間だけ使っていく。コンビネーションにしても、一気に相手を攻め立てるこの瞬間に使う。で、このコンビネーションができないんであれば、なかなかコンビネーションが打てないんであれば、そこまでのね、今説明、この動画で説明していたように、その一気に攻め立てるまでの状況を作れていないので、なのでコンビネーションの練習をするのではなくて、そこまでのコンビネーションを打つまでのところ、打てる一気に炎で焼き尽くす状況にまで持っていくまでのところの練習をしないといけない。なのでそこをね、しっかり、理解してもらって、そこの練習をしていってもらえればと思います。で、この、私の動画の方では、こういった、ね、いろんな細かいこと、しっかり皆さんがそういうことだったのかと、これこうすればいいんだっていうことをね、分かってもらって、もう今すぐにでも、練習したいと、ゾクゾクするよ、もう今すぐにもそれやりたいっていうようなね、まあ、そういう皆さんのね、気持ちが上がるような、そういう 情報ですね、そういう、技術をしっかり説明させてもらってますので、ね、あの気に入っていただいた方は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。他にも、動画の方たくさん配信しております。ぜひ、ご視聴の方よろしくお願いします。
トミットのトレーナー富田でした。